トレンドニュースの高まりです。米女子ゴルフツアーは連続のメジャー大会も終わり、今週からは米オハイオ州シルバニアハイランドメドーズゴルフコースでダナオープン初日が開催されました。日本からは渋野日向子、野村春京、上原彩子の3選手が出場。渋野日向子選手は2バーディー5ボギーの74で回り129位と出遅れ、またもや予選落ちの危機の崖っぷち。プレー内容について、ティーショットは途中から感覚がつかめて、いい動きをしようと思って徹してできていたのが良かった。でも他のクラブに関してはまだまだ、グリーン周りも全然拾えなかったのですごくもったいなかったと振り返りました。あの全英優勝当時の勢いはどこへ行ってしまったんでしょうか。その影さえ見当たらない今日この頃です。早期の復活が待ち遠しいところです。その他の日本勢は、野村春京選手は71で84位、上原彩子選手は73で119位といずれも低迷。2日目の躍進が期待されるところです。ここでホールアウト後の渋野日向子選手のインタビューをご覧ください。渋野選手お疲れ様です。ありがとうございます。今日は3オーバーというスコアでしたけれども、振り返っていただけますか。まあ、もう少し欲を言うといいスコアで回れたんじゃないのかなと思うので、すごいショックです。こう流れを変えられそうなところでパッティングが決まらないといったような場面もありましたけれども、今日良かった点というのはどこかありますか。まあ、何箇所かいいショットが打てたなって思えるようなのがあったんで、まあ、そこは前向きに捉えたいと思います。明日決勝ラウンド進出に向けて、はい、バーディー量産を期待したいんですが、いかがでしょう。はい、まあ、私の心次第です。頑張ってください。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。やはりなんとなく元気のなさが現れていましたね。休むところは休んで、きちんとコンディションを整えて頑張ってほしいですね。最後に一般の方のコメントの紹介です。予選会に定着してるね、いつまで続くのだろう、こんな記事読んでても楽しくないってか不快に感じてしまう、復活の日が来ること祈って応援してるよ。以上コメントの紹介でした。渋野日向子選手、完全復活とまではいかなくても、せめて予選落ちのないような試合運びをしてほしいですね。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。